大体これで村人ですからね。毎回でも。それでは皆様、朝がやってまいりました。顔を上げて話し合いをスタートしてください。うわー、誰人なんだろう。これわからないな、ちょっと。わかんないですねってエルさん今言いました。はい、エルさんさっきまで全然序盤喋れなかったですよね。いっぱい考えて、後半に理論を持ち出すパターン。なのに今、みんなに焦って乗っかって喋りましたね、エルさん。まんまと。だけど、そうやって喋ってるオラキオってあなんかオラキオさんがちょっとね、もう今回怪しい気もするんだよな。いや僕はもう完全なるオラキオ占い師ですか。いやいや、もう村人です。村人です。完全なる。そんな頭に嘘つけないですよ。さっきまで俺の話も聞いてくれなかったのに。占い師は誰、まだ言わないですか。占い師はちょっとターンがあるもんね。だからちょっと様子見ていいかもしれない。人狼一人だから、ね、このままだとでも俺はエルさんさせちゃうな。村人すぎて何も言うことができないですし、まあここはヒントだもんな、ね、ほぼ言っていい、はい、俺は人狼ですよ。ゲーム終わっちゃう。ゲーム終わっちゃうから。あるんですか。ゲーム終わっちゃうから。何をしたいですか。この作戦ある。このいやいや聞いたことないです。人狼をカミングアウトするって初めて。多分超高度テクニックかもしれない。はい、聞きましょう。いやだから、はい、みんな芝居がちょっと、はい、この人人狼だって思えないようなカードの見方だったよね。あ、これは観念しないとなと思った。自白自白自狼自白しないですよ。吉田さん、しかもその嘘が何の役に立ったのかわからないんですよ。あ、でも今のこの吉田さん人狼カミングアウトの嘘を腹から笑ってたのはやっぱ村人だと思うんですよ。やっぱ人狼だとちょっとそれもどう反応していいか分かんないみたいな。なるほど。そうなるとエルさんがちょっと今口をつぐんでたかーっていう。いや僕人狼なんですよ。もうなんかさっきからコードテクニックなんすか。こんな人狼見たことないんだけど。全員が人狼って言い出すと俺が人狼なんですよ。僕が人狼なんですよ。いやいやいや、俺が人狼よ。僕が人狼ですよ。そしたらいやいやいや、誰誰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 誰急に乗っかってきた L、うん、はいはいはい、怪しいなってなりますよね。やっぱり確率を下げていきたいと思います、はい、D さんに乗っかります、はい、白ですよね、はいはい、で僕占い師なんですよ、はい、で最初見れた時に僕 S さん見たんですよ、はい、今急に占い師発表しました今。あ、僕 L な占い師です、はいはい、だからもう次消されるのは覚悟でちょっと言いますと、はい、もうこれはもう一発で勝負決めようと思って、はい、白、はい、白、はい、で S さん占って村人なんで白なんですよ、はい、だからこの3人白ですよ。だからこの3人の中から選んでください。もう今だいぶ消しましたんで可能性を。なるほど。もうラキオさんの言ってることが真実だったら M さんか D さんか L さんが人狼ですよ、はい、S 実は占い師ってことない。ないです。ないです。あ、ない。今まで嘘ついてましたけど。いやいや、嘘じゃないです。それは一旦もう L を消し、あ、じゃあ何ですか。いい加減してくださいよ。いや、誰占ったんですか。で今回はオラキオ、やっぱめっちゃ怪しいじゃん、はい、そしたら普通の村人だったんで、はい、もうひっくり返りましたね。ガサさんは白ですよね。結局は白。いや、M さんは村人でしょ。僕村人です。D さんは村人ですよ。どうせ L さんも村人です。さっきは人狼としたのは、あれは
嘘、あれは嘘、あれ実は、はいはい、あれ嘘なんですよ。嘘ですよね。僕なんでそれ言ったかっていうと、はい、オラキオさんがさっき江頭さんが嘘ついて人狼だって言った時に、うん、笑ってない人は怪しいって言ってたじゃないですか。そうだね。なるほどなと思ったんですよ、はい、だから僕もう一回それ見たいなと思って、あ、なるほどなるほど、これで嘘ついたんですよ、はい、でそしたら、うん、オラキオさんが一番笑ってたんですよ。だからオラキオさん村人なんですよね、で笑ってなかったのがこの2人なんですよ。でオラキオさんが占い師って言ったじゃないですか。だからこれ本当なんですよ。本当です、はい、だから S は村人なんですよ。はい、村人です。そうするとこの2人が怪しくて、はあ、どっちだと思う。最終的にさっき今 D が、あ、じゃあ L が怪しいですねみたいな、はい、持ってったんですよ、はい、だから僕は D だと思います。あ、どうします、もう L か、いや難しい、 L、M、D、でも一回これミスってもまだ多分村人チャンスあるんで、そうですね、はい、せーの、うわー、エルさん5票で追放です、はい、追放、違う、これで違ったらちょっとざわつくな。でもそれでも M か D かどっちかだもんね、エルさん。そうそうそう、俺ら的にはね。そうそうそう、ということで、はい、今追放されましたエルさんは村人でした。もう俺全部ダメだ、すいません、エルさん、いつも僕エルさんを疑って。それでは皆様、朝がやってまいりました。顔を上げてください。やられたな。昨夜襲撃された人はオラキオさんです。やっぱそうだ、そうなるか、そうか、やばい、占い師だ、やばい、はいはいはい、わかりました。くそー、もうわかりましたよ。それでは話し合いをスタートしてください。え、 M 何がわかったの。人狼の正体がわかりました。誰。D さんです。それはなんで。食い気味に顔を上げてください。食い気味にやばいみたいな、もう一番最初に話し始めた。でもうさっきのやり取りで、まあ確かに人狼って江頭さん言い始めて、まあそれはおかしいじゃないですか。 L さんも人狼って言い始めて、まあこの二人は白だなと思ったんです。で僕村人なんで、オラキオさんがS 占ったじゃないですか。で白だったじゃないですか。ってなったらもう残るは消去法で D さんしかいないんですよ。江頭さん、はい、わかりましたね。これでもうわかりました。 M ですね。 D はなんで。だあまりにも根拠が薄いのに、もう M がはいはいはい、わかりましたよっていう、もう当然わかったみたいな感じを出してきた M ですね。で、まあ僕はまあ村人なんで、僕にターゲットを向けてきたっていう M がもう完全に怪しい。というか、まあ僕の中では確定。てか S。いや、多分ね、江頭さんはわかっていると思う、この M の怪しさを。どうですか、江頭さん。はい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 、どっちですか。どっちですか。 S どうも。僕は正直 D さん寄りなんですよね、人狼は。俺だってこと、はい、負けるぞ S。 そうなんだ、俺にすると負けるからな。で M が勝ちになっちゃうからな。そうなんだよな。どっちだ、どっちだ、東野さん、どっちですか。俺は、俺が人狼なんですよ。いいんだよ、それは言っても。出たよ。これは譲れないことなんだよ。それはいいっすか。誰も求めない。全部バッサリ行くなよ。編集で残ってるよ。そういう感じなんだよ。どうした。僕は江頭さんは当ててくれると思って、うん、多分2行く、うん、けど M と S ってこう2になったらこれどうなるんだ。決戦投票なって、うん、M さんと D さん刺されたら、うん、まあ、S さんと江頭さん2人でもう1回話し合って、で決戦投票みたいな、はい、1回じゃやってみます。やりましょうか、はい、はい、せーの、ほら、こうなるのよ。これで M さんと D さん2票ずつなので、うん、はい、S さんと江頭さんでもう1回話し合っていただいて、うん、
どちらか決めてください。決めてください。もう全然わかんなくなっちゃいました。人狼は俺なんだよ。いやいやいや、この後に及んでじゃあ自分にさせてください。江口さんの意見は変わんないですね。変わんないですか。俺はもう頑固もんだから変わんないですね。変わんないかい。頑固もんだから。じゃあ M か。M で行こうぜ。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ二人の意見は M さんで大丈夫ですか。はい、それでは M さん追放です。分かった。ということで今追放された M さんは村人でした。ということで、いやいや、次のターンでどうするになりますので、はい、人狼の勝利です。そうかそうか、もうどっちにしても襲うからね。襲うからになっちゃうから。ええわかんなくなった。人狼でしょ。すげえ、めちゃくちゃ高度な高度ですよ。なんだよこの前やった練習も含めた2回全部フェイクで、はいはい、3人止めに全部もうね、え人狼ゲーム面白いねこれ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 もう分かんなかったですよ。分かんなかったし、なんか最後M さん追放になった時に、はい、D さんがリアクションでえぇ、ー、って言うから、はい、まだ芝居続けてるいやいやいやみたいな思ってたら思ってたら L はだから僕が最初刺されたじゃないですか、はい、で外出て、はい、で夜、はい、人狼は顔を上げてくださいって言った。あ、出てきて、そっか、見てる。いやー、顔を上げた。えぇすげえ。で、占い師はオラキオさん。僕です、僕です。で、あの、あ、俺やっぱ先見れよかったなぁ。人狼が人狼ってカミングアウトしたいや、初めて見た。すごい。すごい。いや、でも高度なテクニックではあるのかもしれないね。これぞ。人狼ゲームですね。これやっちゃってるよ。6でうまいんだったら6でどんどん出してよ。